登録番号4028田村隆信選手にお越しいただきました。はい、どうも。本日オーシャンカップ全権日ですけども、はい、エンジン抽選、若松の16号機というエース級ということで、そうですね、はい、はい、いいエンジンみたいなので、はい、よかったです。試運転、スタート特訓乗られてみてご自身の感触いかがでしたか？感触は余裕はありますね、足色には。はい、タイプとして伸び、出足、そのいろいろ色分けできると思うんですけども、現状はその足の特徴みたいのっていうのは、まあ、行き足がいいなと自分では感じたので、はい、そこはじゃあ武器になる感じですね。そうですね、でも回転が合ってるかといったらちょっと合ってなかった感じだったので、はい、それでも余裕があったという、はい、そうですね、足自体に余裕があったので、はい、やっぱりいいエンジンなんだなとは思いましたけど、ね、現時点で田村さんの感想として楽しみあるなっていうふうに思ってても大丈夫ですかね？そうですね、しっかり回転さえ合わせてやればエンジンのいいところが出てくるんじゃないかなと思います。田村さん、若松の水面自身に意識が何かありますか？苦手とか得意とかっていうか、まあ、成績自体は良かったり悪かったりするときはあるんですけど、はい、水面自体は苦手意識は全くないので、嫌いではないというところですね。そうですね、はい、やっぱ初めて SG 優勝した場所でもあるので、ね、はい、思い出の地ですよね。はい、はい、初日がですね、1レースの4号艇から9レースの2号艇という2回乗りなんですけども、はい、暑い時間帯の、ね、レースですけども、はい、プロペラ調整はしっかりとその辺はしなきゃなっていうところは、そうですね、まあ、今日の全権の感触を、はい、頼りに、はい、まあ、ちょっと一発勝負じゃないけど、ちょっと時間がね、はい、初日の1レースなのでないので、はいはいはい、ある程度見越してペラ調整しようかなと思ってますけどね。はい、じゃあ最後になりますけど、ファンに向かってメッセージお願いします。はい、最終日まで精一杯走ります。お願いします。田村隆信選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。